こんにちは、心理カウンセラーの高森です。ストレスがかかりすぎるとどうしても人は短絡的になりやすいっていうふうに言われています。これは脳の構造的にやむを得ないんですよね。ストレスがかかりすぎますと前頭葉という部分の力が弱ってきますので、要は後先を考えて行動するっていうことが可能にする部分なんですけども、ここが弱るということは刹那的な行動するっていうことですね。目先いいと思ったらするし、ダメだと思ったらやめるというある種安直な行動、それしかできなくなるっていうことですね。これは選択の幅を狭めますし、長期的には損するっていう行動をしてしまうことになりますので、このあたりを和らげて後先を考えて長期的に見てメリットのある、そういう言動ができるようにっていう方向に進んでいくってことはとても大切なテーマになってくるかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。